こんにちは、なすいです。今回は質問コーナーを始めてやります。最近2000人ありがたいことに行ったんですけど、ありがとうございます。質問コーナーとかをやってみたかったんですけど、どうせやるなら節目の時にやりたいなと思って、インスタと YouTube で集めた質問に答えていきます。次は5000人を年内に目指しているので、もしよければチャンネル登録お願いします。ということで早速いきます。はい、まずはいつもコーデを組むときに意識していることは何ですか。自分の、サイズ感と色ですね、最近は。あとトレンドもやっぱり見てます。サイズ、色、トレンドです。ファッションについて一番のコツは何ですか。コツって言ってる時点で多分自分が着たい服がまだわかんないっていう感じだろうから、もし自分が着たい服がわかんないんだったら、例えばこの人おしゃれだなっていう人の服をもうどんどん真似していって、高い服だったら形が似てるやつとか色が似てるやつとかを安く中古ショップで買って、たくさん着てたらどんどん自分のスタイルというか自分の好きな方向性みたいなのが多分見えてくると思うので、まずはやっぱり真似してたくさん服を着ることですね。ファッションだけじゃなくても多分結局自分のスタイルとかを見つけるなら、とにかくたくさんそのものに触れる。ピアノが上手くなりたいんだったらとにかくピアノを着まくるとか、ギターとかもそうだと思うし、どっちもやったことないんだけど、自分が大好きな曲をめちゃくちゃ弾きまくるとか、多分そういうことだと思うんだよね、上手くなるコツとかって。じゃあ次、ファイバークローズブランド、お気に入りのブランドはまずやっぱりヒステリックグラマーですね。あと最近はでもジェイテッドロンドンも結構好きかなとか、僕は自分のスタイルとしてはいろんな服を系統とかジャンルをなんか自分なりに混ぜて着たりするのが好きなので、本当にいろんなブランド好きですね。でもすぐパッと出るずっと大好きなブランドはヒステリックグラマーです。どんどんいきます。 Do you know how to dance? No。おすすめの自撮りやたどりの方法、場所を知りたいです。これは結構アドバイスできるかもしれないけど、動画1本分ぐらい撮った方が分かりやすいと思う。今パッと思い浮かぶのはグリッド、このカメラのここにあるラインがグリッドっていうんですけど、これを使ってない人は結構いますね。あと望遠、今ここでで2倍にしてこう距離を僕が下がって同じぐらいの顔にすると背景がガッと大きくなる。だから例えばこれでちょっと見えにくいな、1倍だったら壁がたくさん映るじゃないですか。でこれを2倍にすると同じぐらいの顔の映り具合にしても背景がギュッと小さくなる。後ろの建物を目立たせたいとか、あんまり後ろが映ってほしくない、例えば白壁が少ない部分しかなくてとかだったら、撮る側の人が離れて望遠にして撮ってあげる。3倍とか2倍とかにして撮ってあげると、後ろの背景がギュッと小さくなるから、グリッドより多分望遠とかを使ってない人が多いと思いますね。撮り方としては、インスタグラムは4対3の画角だから、その近くで撮るんだったら自分の顔をこのグリッドの線に合わせて真ん中にするとか、あと全身で撮るんだったら僕は結構グリッドの2本目ぐらいまでにこう入れたりとか、全身を、あと足は一番下の線に合わせて撮ったりします。今パッと出てくるので3つぐらいだけど、いろいろありますね。でもこれをずっとやってると終わんないからごめんなさい。次いきます。 But I travel girls I want 世界中もういろんなとこ行きたいですね。そのために今 YouTube 頑張ってるっていうのもあります。その国に行っていろんな服着て、で YouTube でみんなにシェアして、 YouTube とかモデルとかでいろんな国を回るのが僕の夢です。じゃあ次、 If you could live in another country for free, where would you live? For free、 無料で住めるとしたらどこに住みますか。今住みたいのはアメリカです。ちょっと前はヨーロッパ、パリとか住みたかったけど、今はアメリカに住みたい。 What are your favorite online shop for cool clothes? それはね、おすすめがあるよ。この前の動画でも紹介したんだけど、本当に知名度こそないものの、この前日本の新鋭ブランドと古着屋さんっていう動画を出したんですけど、ここの古着屋さんです。めちゃくちゃ可愛いアイテムが置いてあって、本当に東京に来てあんまり僕の好きな感じの古着屋さんはあんまり見つけれてなかっ
タイミングでちょうど見つけたのがこの古着屋さんです。じゃあ次、ゾディアックサイン、タツドシ、ドラゴン、竜です。Favorite TV series or movie? 今見てるのはエミパリと、あとブラックリストっていうのを見てます。ドラマが好きで、まあ、プリズンブレイクとかブレイキングバットとかもめちゃめちゃ見てます。結構ロングシリーズが好きです。じゃあ次、 What's your gender identity if it's okay ask? Gender identity って性別ってことかな。性自認は何ですか、聞いても大丈夫ですか。性自認は男です。結構なんか昔からすごいゲイの方とかからモテることがありますね。まあでもインスタグラムでも結構来るんですけど、全然好きだよとかかっこいいねとかないんですけど、ちょっと下ネタ混じりの質問とかされるのは嫌いです。なのでやめた方がいいのと、僕にもやめてください。あと一回ね、大学の時に学園祭に行ってて、おじいちゃんが、ごめんね、今時間がわかんなくて、みたいなこと言ってて。で、僕友達がどっか行ってたから、結構おじいちゃんとかおばあちゃんに話しかけられやすい体質というか、なんか話しやすいやつみたいなんですよ、昔から。だからまあそのパターンかなと思って、まあ僕もおじいちゃんおばあちゃんと話すの好きだし、だから楽しく話してたんですね。そしたら急に、お兄ちゃん LINE 交換しようよみたいなおじいちゃんが言ってきて、え、さっき時間聞いてきたじゃんと思って、え、なんで時間携帯ないんじゃないですかって言ったら、いやこれね、ナンパの作戦なんだよねって言われて、それ結構引きましたね。でちょっと怖かったから、もう LINE だけ交換してすぐ連絡来たからブロックしました。なんかもうご飯行こうみたいな誘われたので。あと男子トイレで横から盗撮されたことも一回あります。じゃあ次、結構なんかすごい暴露大会じゃないんだけどな、まあでも別に俺は被害者だからいいか。身長何センチですか。身長は177センチです。今お付き合いされている方はいますか。いません。ちょっと今はこの YouTube とかも最近すごい頑張ってるし、まああと Instagram とか、まあモデルの仕事も頑張りたいので、今は必要ないかなって思います。すごい素敵な人が現れたら多分、まあ、それは必要ないとか言ってられないと思うけど、今は必要ないと思ってます。 Are you interested by doing featuring one day? いつか特集を組んでみたいですか。フューチャリングコラボ、雑誌特集、コラボも何とのフューチャリングなのかが分かんないな。ブランドかな、まあ、ちょっとごめんなさい、これは読めないからパス。私はフランスの YouTuber ですが日本に住んでいます。おお、フランスの YouTuber 日本に住んでるんだ、すごい。どこに住んでますか。質問じゃないなこれ。まあいいか。次、 Did you ever went to France? フランスに行ったことがあるかってことだよね。ないんです。だから行きたい、めっちゃくちゃ行きたいけど、プライド的にもお金もすごい高いし、フランスに行くのって、まあしかも今日本円がさ超安いから、アメリカに行くのもヨーロッパに行くのも、まあアジア圏内だったら大丈夫だろうけど、本当にまあ欲を言うとやっぱりお仕事で行きたいですね。だからまあそのためにはこの YouTube も頑張らないといけないなって思ってます。じゃあ次、 Is there someone who inspired your style or is it just yourself? これは何、自分で確立したのかってこと。あなたのスタイルに影響を与えた人はいますか、それともあなた自身だけですか。ああ、これはスタイルに影響を、あ、そうだ、なんか今いないなって思ってたんですよ。太田誠也さんっていう美容師をもともとやってて、まあ今もされてるのかな、雑誌とかにすごい出てて、僕が見た時はいろんな服を着こなしたり自由なファッションをしてたのがすごい初めて見た時に楽しそうって思いましたね。太田誠也さんです。まあでもなんか影響を与えた人物は一番身近なのはやっぱお兄ちゃんですね。高校生ぐらいの時にお兄ちゃんが2つ上なんですけど、まあ、自分より先にメンズノンノの雑誌を買い出して、お兄ちゃんが買ってきたメンズノンノを僕も読んでどんどんファッションが好きになったような感じです。じゃあ次、スキンケアレコメンデーション、 Love your YouTube videos. Thank you. OK. はい、今の一群を紹介します。まずはクレンジングがこれです。これは最初購入品紹介で紹介した時に結構乾燥がすごくなってあんまり使いづらいって言ったんですけど、多分その時は、でもなんか肌が慣れてきたのかな、調子良くなってきて、もうめちゃくちゃ使ってます。ほぼない、だから次の使ってみるか。でもこれはおすすめ。9点かなんかですごい人気なやつらしい。オリーブヤングだったかな。で、2つ目がこれ。これももう半分ぐらい使ってるんですけど、おすすめ。これした後に、こ
りしてます。で、まあ、化粧水ずっともうこれですね、敏感肌用の高保湿タイプ無印のやつで、最近はクリームをこの X バリアのクリームを使ってます。これもおすすめ。スキンケアだからもう一つ言うと、モーニングルーティンとかナイトルーティンでも出してたんですけど、こう加湿器じゃなくて美顔器じゃなくて何だっけ、何のケア、何のケア、ちょっと分かんないからパス。ちょっと調べます。これです正解は。じゃあ次、 Would you come to Taiwan again? Yes, of course。 でもまあいつかは分かんないかな。まだ他にもいろんな国に行ってみたいし、でも台湾は本当に建物がすごい見てて楽しくて、もういっぱい写真撮ったし、あと、まあ、何よりも料理がすごい口に合ったっていうのが結構大きいですね。旅行とかでご飯が楽しみだったから、もう毎日楽しかったな台湾は。もう絶対行きたい。じゃあ次、身長いくつですかは、さっき答えた177センチです。最近のマイベストメッシーは何ですか。マイベストメッシーってこれ自分で作ったやつとかかな。ナポリタン風パスタを作って、それがもうめちゃくちゃうまかったね。まあ、ちょっとここに載せときました。これマジで美味しかった。ボロネーゼのパックがあって、でそれにナポリタン風に味付けしてめっちゃ美味しかった。じゃあ次、 How do you feel about younger generations of Japanese feel about expense living in Japan? 何、若者の日本に住む駐在員について、若い世代の日本人についてはどう思いますか。海外の人が日本に住んでるのについてどう思うかってことかな。ああ、そういうことね。で僕は全然反対ではないんですけど、でもなんか無作為にどんどん入れるとかじゃなくて、なんだろうな、本当に日本の大学で勉強したいとか日本で働きたいとかももちろんそうだし、結構話題になってるのが、その学生とかがその税金を払わなくていいとか、そこら辺のルール作りはちゃんとした方がいいと思いますね。コンビニバイトとかでも、日本は本当少子化だから、外国の人とか特に日本が大好きな人が来てくれたらすごい嬉しいし、だからなんかそういう人手不足の解消にもなってるし、もうコンビニとかね、もう深夜はもうほとんど日本人がいないじゃないですか、東京の場合とかだと。だから逆にその人たちがいないと、今夜コンビニ行きたいなって思っても多分空いてないし、人がいないから。まあでも逆に溢れちゃってんのか。でもなんかそのお金の問題とかはもうちょっとはっきりした方がいいなって思います。じゃあ次、ダイエットだけ送られてきた。あ、でも先日っていうか2週間前ぐらいか、作品撮りをしたんですけど、久しぶりに。その時に人生初めてダイエットして、3日で4キロだったっけな、4日で3キロだったっけな、どっちかだけど痩せました。でその動画も撮ってるんですけど、本当に長すぎて編集がすごい大変で、まだ終わってないです。完成したらあげると思います。人生初ダイエット動画。次、高校の時から応援してます、今後も応援させてください。おお、ありがとうございます。いつも応援してくれてる人とか、昔めっちゃインスタライブとかコメントとかしてくれた人、 ID が一緒だったら覚えてる。うん、覚えてます。じゃあ次、どうやってモデルになったんですか。簡単に言うと、大学の時にいろいろ SNS の発信をしていたら、当時韓国の事務所から連絡をもらって、そこからコロナで行けなくて、でもファッションとか興味あって、その時みんなが本当に知ってるようなブランド、もうラグジュアリーのブランドとか、まあ、あと韓国以外になんか台湾の事務所とかから連絡が来て、で身長もそんなにすごい高いわけじゃないから、モデルだと180とか、まあヨーロッパとかだったら180とかでも低い世界だから、でもなんかそうやって服が好きだけど、興味あったけど、まあやらなかったというか、やれないと思ってたっていうのが実際そうかな。やれないと思ってたところにブランドからキャスティングの連絡が来たりとか、台湾のモデル事務所と、あと韓国のモデル事務所とか、あと東京に撮影呼んでもらったりとかしたのが結構後押しになりましたね。でまあ最終的な本当の後押しは、日本の事務所に入る前にマルニのショーにストリートキャスティングっていう枠で受かって、でそれが本当に僕の後押しになりましたね。よし、やったろかっていう感じになりました。やるぞーって。じゃあ次、MBTI。 最近それこそ3日前ぐらいに、僕すぐ MBTI を忘れちゃう人で、男3人で飲んでた時に MBTI の話になって、で僕は建築家ってやつでした。 INTJ です。 Favorite clothing you own?
favorite clothing you own? Wait. ミステイクグラマーのデニムジャケット。大学の時に福岡の漫画倉庫で買ったんだけど、これもう裏が超かっこよくて。しかも当時大学生で全然お金もないのに、めっちゃ安い値段で見つけて買えたってやつです。まあ、今年もどうせ着るし、去年もたくさん着たし、まあ、こんな感じで、まあ、いっぱい着る。はい、次。Dream Travel Locations。これはどこに行きたいかだよね。まあアメリカとかヨーロッパとか、まあ、あとタイとか、まあアジアもいろんな、シンガポールとかも行ってみたいし、本当に行けるもんなら知らない国でもいいかな。仕事とかで行けるなら海外に行くっていうのがなんかもう新鮮な体験で、毎回すごい楽しいですね。じゃあ次。あ、actor or influencer you'd like to meet?会ったことがある、会いたい俳優やインフルエンサー、誰だろうなって見たい人。あのこういう仕事してるとやっぱりその俳優さんとかをイベントで見かけたりとか何回かあるんですよ。で本当に有名な方々、逆になんか話しかけられないというか、会ってもおーすげーみたいな感じかな。でもそれこそさっきのマルニーのショーがあった日に、アフターパーティーっていう関係者のパーティーがあるんですけど、その日はもうすごい自分でももうテンション爆発してたし、でその時に会った野村くんちさんと久保塚洋介さんには、その時僕はまだ東京に住んでなくて、もうめちゃくちゃ興奮して、しかもまあちょっと酔ってたのもあるし、もうショーの後でめっちゃテンション上がっちゃってたから、その時は声もかけて写真も撮ってもらいました、まあ、意外と声かけてみたらすごい優しかったです。なんか声かけるまではやっぱちょっと怖いよね、俳優さんとか芸能人とか。まあでも僕は見かけても全然声かけてください。結構みんなね、DM とかで見かけましたって言って声かけたかったんですけどやめときましたとか多いんですけど、一人でいる時だったら全然大丈夫です。他の人が嫌だったら、それはちょっと俺は分かんないから、一緒にいる人がさ嫌かもしれないから分かんないけど、一人の時はもう本当に大丈夫。まあでも友達とかだったら多分そんな嫌だって言わないと思うし全然大丈夫です。話変わったけど、次。はじめまして、いつもファッション参考にしてます、ラブです。身長体重教えて知りたいです。身長体重、身長はさっき言ったんですけど、体重はだいたい50から52です。今多分51ぐらいかな、この見た目だと。次、冬の重ね着コーデ参考にしたいのでいくつか紹介してほしいです。じゃあ去年とか2年前とかの僕が好きなやつを載せておきます。じゃあ1、2、3、これ次行きます。個人的に気に入ってるルックを教えてほしいです。これフリマでこのライダースジャケットは売っちゃったんだけど、うわーミスだと思った、売った後に。でも服好きそうな子が買ってくれたから、まあ大切に着てくれてると思う。まあ最近だと昨日のコーデとかも好きだな。これとかピンクのシャツに、ヨーロッパから友達が遊びに来てて、初めて日本に遊びに来るってことで、彼がピンクで合わせようよって言ってくれて、でそれでピンクのコーデを組みました。次行きます。モデルを始めたきっかけを教えてください。あ、これはさっき言ったね、そのファッション好きだけどやると思ってなかったというか、勝手にやれないって思い込んでた。でもそこからいろいろ誘ってもらったりとかして後押しされたみたいな感じです。まあもともと服が好きで、それこそ高校生の頃にさっきお兄ちゃんにメンズ飲んの見せてもらった時にちょっと応募しようかなって思ってた時があって、確か身長制限があって、でその時僕は多分174とか5とかとメンズノンノの基準が分かんないけど、ほんとギリギリ1センチか足りてるか足りてないかぐらいだったんですよね。足りてなかったのかな、まあ分かんないけど、その時はと諦めて、もうやっぱ身長ないからこういう仕事は無理なんだなって思ってました。次、趣味、好んで見る YouTube チャンネル。趣味は今仕事だから役に立ってるけど、もともとガジェットとか、あとはゲームです。で、もう一個なんだっけ、好んで見る YouTube チャンネルか、それこそガジェット系の YouTube とか見ますね。 iPhone16 とかもう毎年その時期になったらずっと見てるし、今年もめっちゃ見てたし、まあ、あとゲーム系とか、まあ、ファッションも見ますね。あと最近は海外の映画の作り方とか、なんかかっこいい映像の撮り方とかをめちゃめちゃ見てます。じゃあ次、 YouTube いつも見ています、ありがとうございます。女の子が身につけていたらおしゃれだなと思うアイテムは何ですか？女の子が身につけてたらおしゃれだなと思うアイテム。ピアスとか結構好きですね。ぷっくりしてるやつとか好きですね。
あとはスカートを可愛く着こなしてる人とか、あとなんだろうな、あと鼻ピアスの、ちっちゃい鼻ピアスとかをつけてる人、おしゃれだなって思いますって感じ。次、あ、YouTube のコメント欄いきます。海鮮丼クソうまそう、めちゃくちゃ美味しかったから福岡行った時は本当に行ってほしい。糸島は有名なお店がいっぱいあるんだけど、糸島食堂とかが一番有名なんだけど、僕はもうこっちの方がおすすめです。超美味しい。あと外出たらめっちゃ海も綺麗なところが見えるから本当におすすめ。じゃあ次行きます。将来の目標、今編集してたんですけど、海鮮丼めっちゃ美味しそうって言って、糸島の海鮮丼はここに行った方がいいって言って、で2行目の質問に全然答えてなかったから、ちょっと編集中今気づいて、とあとね、質問答えれてない質問が 2,3 個他にもあるので一緒に答えます。で、一番影響を受けたアーティストとかモデルはいますかということですけど、影響を受けた人はいないです。あ、おすすめのブランドはどこですか？おすすめのブランド、なんだろうな。おすすめのブランド、いろいろあるじゃん。アクセサリーか、服か。まあ、それで言うと、僕はいつもかけてる、こういうメガネとかサングラスのブランド、韓国のブランドなんですけど、パールバッケンっていうブランド、おすすめです。まあ、好きなブランドはヒステリックグラマーだけど、おすすめかって言われると、みんながみんな、ああいう、なんか似合うわけじゃないと思うから。でもパールバッケンは結構ファッションにも取り入れやすいし、あと価格帯は安いですね。でも作りがしっかりしてあるからおすすめ。で、アイデアルタイプ、そう、好きなタイプは、見た目は髪がボブくらいの人が昔から好きですね。ボブ好きだった友達が急に大学入ってなんかロングがいいとか言い出したんですけど、まあ僕は変わってないですね。あと性格とかは思ったことをちゃんとすぐはっきり言う人。あともう一個新しいコメントが来てて、今量産型論争についてっていう、これはねあんまり触れたくないよね、こういうのは。量産型論争、量産型って言われる人たちと量産型じゃないって言ってる人たちが戦ってるってことでしょう。本当に自分がファッション好きで服着てるんだったら、こんな論争参加しなくていいんだよね。あ、なんかしてるんだぐらいでいた方がかっこいいと思います。量産型量産型って言っても、その人にとってのファッションが、例えば自分の気分を上げたいものなのか、まあ僕とかは服が好きで自分が気分が上がるような服装をしたいと思ってる人もいれば、なんだろうな、ある程度の身なりが整ってればいいって思ってる人もいるから、なんか服が好きだからといってマウント取ったりするのもあんまり良くないかなって思います。まあこんな論争は早く抜け出した方がいいですって感じかな。まあ追加であと1個来てたから紹介しました。じゃあ戻します。将来の目標は何ですか？将来の目標、まあさっきも言ったけど、やっぱりいろんな国に行っていろんな服を着てそれをみんなとシェアする、まあファッションに関わる仕事は今のところしたいかな。じゃあ次、ずっとやりたいと思ってたけどまだやってないことは何ですか？これは古着屋さんです。まあでも古着屋さんはいつかはやろうと思ってます。一回ちょっとギリギリまで準備進んでたけどポシャッちゃったことがあるので、まあ、古着屋さんはいつかやりたいですね。自分の好きな服を集めて、まあ、あともう一つはお父さんが養鶏場と、あと卵を売る仕事をしてるんですけど、子供の時から本当にお父さんの仕事を将来継ぐって言ってたし、なんかそれもすごいやってみたい気持ちはあります。でも今はもっとファッションの方がやりたいっていう感じだから、両方はできないからです、父さん。まあでもいつも言ってるから分かってくれてると思うけど。じゃあ次、あ、 YouTube に来てる。モデルを始めたきっかけは何ですか？まあこれはさっき答えたね。で終わりかな。はい、多分30問ぐらい40問ぐらい答えました。もう多分大丈夫だと思うけど、もし見逃してる方がいたらすいません。じゃあ最後まで見てくださってありがとうございました。本当にさっきも言ったんですけど、 YouTube もすごい伸ばしたいし、もっと頑張っていくので、高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。もっと見たい動画とかコメントしたりしてください。 YouTube のコメント欄は本当にすごい嬉しくて、コメントが来るのが最近だから絶対返信してます。ぜひコメントしてください。喜びます。ということで、また次の動画で。バイバイ。じゃあね。